こんにちは。皆さん元気ですか？コロナウイルスは大丈夫ですか？今日はあげるとくれるの勉強をします。あげるとくれるはどちらも to give という意味です。じゃあ何が違いますか？何が違いますか？ To understand the difference, first we need to understand the social distance. What is social distance? For example, the way you talk with your friends and the way you talk with strangers are different. So social distance also affects language in Japanese.So let's say this is a social distance in our society. And here is a, there's a me. Let's say 私. And here is a people who are close to me. Let's say 友達. And there's a people who are not close to me. Let's say 山田さん. And if the direction of the transaction is this way,We use あげる。例えば、私は友達にプレゼントをあげる。とか、私は山田さんにプレゼントをあげる。とか、友達は山田さんにプレゼントをあげる。とか。And you can also use あげる for the transaction between the strangers. For example, let's say there is a Suzuki-san, another stranger for me. And I can also say 山田さんは鈴木さんにプレゼントをあげる。 So, if the direction of the transaction is this way, we useくれる。For example, 山田さんは私にプレゼントをくれる。とか、山田さんは友達にプレゼントをくれる。とか、友達は私にプレゼントをくれる。とか。So we don't use くれる。For the transaction between two strangers, but we use あげる。はい。じゃあこれを見てください。これを見てください。これは主語が私です。だからあげるを使います。主語が私ですからあげるを使います。例えば、これ。これはお父さんですね。お父さんです。これはお酒です。お酒です。だから、お父さんにお酒をあげる。お父さんにお酒をあげる。パーティクルはにを使います。お父さんにお酒をあげる。Okay? そしてこれはお母さん。お母さんです。お母さん。だから、お母さんに本をあげる。お母さんに本をあげる。そしてこれは友達。友達。ですね。だから、友達にチョコレートをあげる。友達にチョコレートをあげる。OK? 主語が私の時にあげるを使います。それから、あげるを使う時は、いいもの、素敵なもの、もらって嬉しいものを
あげる時にだけ使います。例えば、私はルームメイトにコロナウイルスをあげました。これはダメです。これはダメです。コロナウイルスはいいもの、素敵なものじゃないですね。じゃないです。だから、あげるを使えません。使えません。あげるじゃなくて、私はルームメイトにコロナウイルスを移しました。移しました。を使います。はい。じゃあ、あげる大丈夫ですね。あげる大丈夫ですね。じゃあ、次はくれるです。くれる。これを見てください。これを見てください。これは主語が私じゃない人です。主語が私じゃない人です。だから、くれるを使います。例えば、これはお兄さん。お兄さん。だから、お兄さんが私に時計をくれる。お兄さんが私に時計をくれる。私には言わなくても大丈夫です。お兄さんが時計をくれる。次、これは彼女。彼女と言います。彼女がマフラーをくれる。彼女がマフラーをくれる。主語は私じゃない人ですから、くれるを使います。これもそうですね。これは両親。両親と言います。両親がお金をくれる。両親がお金をくれる。いいですね。はい。主語が私じゃないときは、くれるを使います。そして、くれるもいいもの、素敵なもののときだけ使います。例えば、おじいちゃん。おじいちゃんが私にコロナウイルスをくれました。これはダメです。これダメです。コロナウイルスはいいもの、素敵なものじゃないですね。じゃないです。だから、くれる使えません。使えません。いいもの、素敵なもの、もらって嬉しいものの時だけくれるやあげるを使います。あげるとくれるの練習をもっとしたい人は、私のPatreonのページに遊びに来てください。一緒に練習しましょう。じゃあまた次のビデオでお会いしましょう。またねー。